ビースと申します。これからですね、ビートルズの曲しかやりませんが、皆様、楽しんでください。どうしたジョージ、最初ピック割れた、ピック割れた、俺にこそっと言う。まあライブにはですね、トラブルはつきものです。トラブルと間違いがつきものです。そこで割れるか、ピックが泣いた。まあ寒いからですね、ということで、1曲目がですね、ストロベリーフィールドフォーエバー、マジカルミステリーツアーというアルバムに入ってて、次がですね、シッセイドシッセイド、リボルバー、今日はですね、このままですね、ビートルズといえばこの曲っていう曲は1曲もしません。まあマニアックなステージになるんですけれども、知ってる方は、何かしらの反応してください。さあ、ということで、次の曲はですね、またまたマニアックなところになるんじゃないかな。次の曲はですね、ジョージ・ハリソン、言ってもですね、わからない方も多いと思うんですけど、ビートルズのリードギターですね、が、ビートルズ亡くなるちょっと前に作った曲ですね。ですか？じゃあここからですね、2曲続けて、まずはオールド・ブラウン・シュー。Thank you.
今の曲がですね、オールドブランシェルさっき紹介したんですけど、次の曲がですね、先ほどのボギーさん の DJ でかかってましたね、オクトパスガーデン、オクトプスイーズガーデンか、オクトプスイーズガーデン、タコさんのお庭でですね、リンゴスターで歌う曲ですね、まあ一作目がイエローサブマリン、海の中に行って、潜水艦で黄色い潜水艦で探検して、それの続編にあたる、タコさんのお庭というオクトパスシーズガーデン、これもですねアビーロードという、アルバムに入ってます。見ての通りですね、僕らビートルズのコピーバンドです。全く人気がないです。今日はですね、まだまだ、次の曲もかなりまた間に合わせになるのかな。さあ、行きましょうか。続いての曲はですね、またまた、ストロベリーフィールズフォーエバーが入っているアルバムですね。この曲は夢なんですけどね、マジカルミステリーツアーというアルバムの中から、2曲続けて、I'm not afraid to die.
に続いて、これあのアルバム通りなんですね。アイアムザウォーラス、マジカルミステリーツアーっていうアルバムが入ってるんで、家に帰って、本物を聴いてください。さあ、続きましてですね、もう終盤になりますが、僕らこう、まあ、見て分かると思うんですけど、あの4人でやってます。4人でどこまでやれるかっていうですね、ちょっとチャレンジしているようなところもあるんですが、もうそんなところの、あの、ジジイのビートルズバンドはですね、金使ってからすぐキーボード読んで、キーボード読んで、ブラス入れて、どん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 メンバー増えて、もうどうしようもないような感じになってるジジイバンドがいっぱいいるんですけど、僕らはですね、4人にこだわってというか、ビートルズも4人だったんで、まあ僕らはあの、人使わないかか、代わりにですね、なんかここら辺にもういっぱい聞かれてますね。機材に何を言わせてますね。その親父たちは人に物を言わせて、僕らは機材で物を言わせてるという。本当ですね。僕の知り合いの先輩、大先輩のビートルバンドですからですね、本当商売になりますよ、弾けたら。あの2万円とかで雇って、しかも毎回ですよ、練習1回1万円で本番が2万円とか言って、キーボード雇って、そのお姉ちゃんですね、ずっといるんですよ。それは言いますよね。金ぐらいになりますね。さああのー、まあぶっちゃけ言うとですね、コピーバンドっていうのはですね、全くお金にならないです。はい、出ていくのはお金だけぐらい金がかかるというかですね、突き詰めていったらですね。さあ、そんな中でもですね、この曲はできるのか、まあ、知ってる人が、いるかどうかわかんないんですけど、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドという長いアルバムのですね、まあ、僕が一番好きな曲かな、ホールで。いいですか。はい。まあ、突き詰めた結果ですね、見て見えるかな、突き詰めた結果、ビートルズを、14カポになりましたという曲です。シンス・リビング・ホー。Stay home, she won't stop. Stay to the bed.
ということで、次の2曲で最後になります。今日はですね、ありがとうございました。なんかいいことないですか？ああとですね、次のライブがですね、2月の28日、最終日ですかね、博多にあるハードロックカフェっていう、移転したところですね、そこで2ステージ、やりますので、入場無料です、はい、入場無料、そのくらいあそこ料理が高いというですね、どうなってんだっていう話もあるんですけど、お感じを受けてびっくり。ということで、今日はありがとうございましたということで、次がですね、最後の2曲になりますが、次の曲が、初めてやる、ステージですね、やる曲ですごい不安です、ビートルズの中ではかなり、難易度が高いコーラスになってるんじゃないでしょうかということで、今日はありがとうございました。マスターピースでした。
ありがとうございました。